はようございます。まいかちゃんでーす。8月5日ですね。今日から大分七夕祭りということで、はい、ラッキーゾーンでも浴衣デーでございます。浴衣でーす。そんなうつさんでも可愛いじゃないですか。髪型もね、はい、汚い。ということで、今日パッチンですね。今日パッチンですね。ということなんで、マイカちゃんと二人っきりで。違います。違うんや。まだ増えるけん。ちょっと様子を見に行こうかなと。はい。ことで、お店を出てまいりました。はい。でいいですね。じゃあね、現実に戻りますか。戻りたくない。みんな分からないと思いますけど、今下で手を握ってますよね。まだ1時間半ぐらい踊りまくる。そんなに参加しましょうよ。マスターが見よく、ね、はい、ということで、パッチンデートしてみました。この後時間があればチカちゃんとも ね歩いてみたいと思います。はい、じゃあまたね。バイバイ。はい、チカちゃんです。かわいいな。しかもなんかちっちゃくてさ。そう、ちっちゃい。今日はいいよ。かわいいですね。髪型は、ちょっと適当だから危ないのかな。自分でやった。はい、さすが。人もできるんやね。人の方ができる。ああ、そうやな。すごい。パッチンは見たことありますか。ちっちゃい頃。ああ、そうよね。3年ぶりらしいけど。小学生ぐらい。すごーい。あっそう。すごーい。家崩れが多いですね。うん、そうね。
俺たちの家族みたいなものや。パパ活。パパ活。ということで8月5日パッチンの様子をマイカちゃんとチカちゃんと一緒に見てみました。明日、チキリンがありますので別のメンバーでまた見に行きたいと思います。じゃあまたね。ダイちゃんです。いや、ゴーダイです。いやというわけで、七夕祭り2日目ですね。今日はチキリンがあるらしいんですけど、まずとりあえず高台で唐揚げとフランクフルト、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。いいじゃん。じゃあむっちゃんみたいな、ね、自分でした。自分でした。髪が、髪は自分でしました。チカがおらんかった。髪なんかちょっと色変わってきたな。黒くしました。食べよう。俺のフランクフルト食べて。いい方。いい方。いや、俺が買ったフランクフルトやから俺のフランクフルト。俺のね。いただきます。あ、ありがとうございます。すいません。じゃあ乾杯。
やだ。え？何でしょう。絶対笑われるし。覚えた。多分。でもバカやけん。マジさん。一番到着しました。ビールだ。いやいいやないですか。派手に行こうと思って。髪はどうしたん？髪はちょっと半々。みんないいね。なんかいつもと違って。満面の笑みや。7時半になりましたのでお店に向かって歩いております。そうやな、3年ぶりのお祭り、浴衣も着れたしね。今日はチキリンですね、2日目だから。そうそう、お、自由に歩けるやん。自由や、歩こうか。ここで、ここで、ここ歩けることなかなかないからね。大の字になりたいぐらいだね。なかなかね、ここを自由に歩くことないですからね。真ん中の白い。いいね、いいね。いいね、いいね。ここは、ここ歩きたいわ。この眺めなかなかない。そして宮古町に入った途端ちょっと寂しくなる。どういうことでしょう。今からですよ。今から。本当？そうであることを祈りますけど。お祭り終わったのね、みんな。はい、じゃあ今から仕事が始まりますのでお店に行きたいと思います。8月5日6日の、七夕祭り 2days に顔を出してみました、浴衣姿で。はい、ということで。生歌祭りです。いいと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、ということでした。じゃあまたね。バイバイ。
はい、お水でーす。ちょっと遅れてきましたけど、浴衣で参加。はい、そして髪型は？髪型ね、ちょっと今日時間なくて、ちーさんがやってくれた。こんな感じで、おみちゃんでした。バイバイ。